お世話になっておりますマサルです。今回は SSH のオーソライズドキーズについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 SSH で接続してくるユーザーを認証する方法はパスワード認証と公開鍵認証があります。公開鍵認証の場合、サーバーはユーザーの公開鍵の情報をどこに登録するでしょうか。 1.SSH Authorized Keys 2.SSH Non-Host 3.ETC SSH Non-Host 4.ETC SSH Authorized Keys どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はこちら、ホームディレクトリ背下にある SSH Authorized Keys です。皆さん正解できましたか。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回は SSH のオーソライズドキーズのファイルについてお話ししていきたいと思います。その前にちょっと復習です。 SSH とは何かというと、 SSH はセキュアシェルの略で、離れた場所にあるコンピューターを安全に操作をするための仕組みでしたね。例えば家からインターネットを経由して離れた場所に存在するサーバーにログインして、そのコンピューターを操作することができます。 SSH には安全性を担保するためにいくつかの仕組みがあります。その中の一つに暗号化通信があります。送りたいデータを暗号化して送ることができるので、通信経路中に悪意のある第三者がいたとしても通信内容を盗み見することができません。そして接続先のサーバーを認証するホスト認証という機能もあります。これは前回説明したノンホストというファイルを使って、接続先のサーバーが正規のサーバーであるかどうかを確認する方法です。過去に接続したサーバーの公開鍵、いわゆる指紋のような情報をノンホストに記録しておくことで、なりすましを防ぐことができます。ここまでが復習です。 SSH を使うと暗号化通信もできて、接続先のサーバーも確認できて、かなり安全性の高い通信だと思いますよね。そしてここからが今回の話です。 SSH はもう一つクライアント認証という機能があります。クライアント認証とは、 SSH サーバーから見て接続してくる SSH クライアントが正規のクライアントなのかどうかを確認する方法です。このクライアント認証で利用するのが Authorized Keys というファイルです。このファイルの中に正規のユーザーの公開鍵の情報を管理することで、接続してくるクライアントが正規のユーザーなのか確認することができるようになります。ここで補足をしておきたいと思います。ユーザー認証には2種類あります。パスワード認証と公開鍵認証です。パスワード認証はパスワードを知っているかで正しいユーザーであるかを認証する方法。もう一つの公開鍵認証は、 SSH クライアントが利用する公開鍵の情報を使って正しいユーザーであるかどうかを認証する方法です。過去動画ではパスワード認証による SSH 接続をやったことがありますが、今回は公開鍵認証を使ってユーザー認証をしてみたいと思います。そして公開鍵認証の場合に利用するのが Authorized Keys というファイルです。それでは公開鍵認証のデモをやりながら実際の動きを見てみましょう。今回も Cisco Modeling Labs というツールを使って説明していきます。左側が SSH クライアント、右側が SSH サーバーです。すでに SSH サーバーでは SSH 接続のための準備ができている状態です。ということで SSH クライアントから SSH サーバーに接続していこうと思いますが、その前に SSH サーバーに SSH クライアントの公開鍵の情報を登録しておく必要があります。ではまずは SSH クライアントの公開鍵を作ってみたいと思います。SSH keygen コマンドを使って SSH で利用する鍵を作ります。
SSH キージェンコマンドを使って公開鍵の情報を作りました。本当は秘密鍵と公開鍵の鍵ペアを作っているのですが、ちょっと説明が複雑になるので、今回は公開鍵を作っていることだけイメージしてもらえれば大丈夫です。では公開鍵を作ったので、公開鍵を登録していきます。公開鍵を登録する方法はいくつかありますが、今回は SSH クライアントから SSH サーバーにコピーする方法で登録してみたいと思います。 SSH コピー ID コマンドを使って対象の SSH サーバーに公開鍵を登録します。今回はシスコというユーザー名で対象の SSH サーバーに対して公開鍵を登録していきます。初めて SSH サーバーに接続するので SSH サーバーの公開鍵の情報が見えてますね。問題なければ Yes と入力します。登録をするときに Cisco というユーザーのパスワードが求められます。 Cisco ユーザーのパスワードを入力します。パスワードを入力して公開鍵の情報を登録することができました。この操作によって SSH サーバーの方ではユーザー Cisco のホームディレクトリ配下にある SSH Authorized Keys のファイルに記録しておきます。ここまで準備ができたら公開鍵を使ってクライアント認証ができるようになります。では SSH 接続してみたいと思います。 SSH Cisco ユーザー、対象の SSH サーバーの IP アドレスはこちらです。では接続してみたいと思います。このように SSH を使って接続することができました。先ほど接続した時には、実は SSH クライアントは自分の公開鍵の情報も一緒に送っています。SSH サーバーでは送られてきた公開鍵の情報が事前に登録されたシスコさんと同じものであるかを確認して、問題がなければログインを許可しています。今回の動きで注目していただきたいのは、公開鍵認証を使ってログインしているのでパスワードの入力が不要になっているところですね。クライアント認証にはパスワード認証と公開鍵認証があって、それぞれ挙動が異なるので違いをしっかり理解しておきましょう。ちょっとだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加していただき、一緒に勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。 SSH で接続してくるユーザーを認証する方法はパスワード認証と公開鍵認証があります。公開鍵認証の場合、サーバーはユーザーの公開鍵の情報をどこに登録するでしょうか。 1.SSH Authorized Keys 2.SSH Known Host 3.ETC 配下にある SSH Known Host 4.ETC 配下にある SSH Authorized Keys、 どれが正解でしょうか。正解はこちら、1のホームディレクトリ配下にある SSH Authorized Keys です。正解できましたか。今回は SSH の中のユーザー認証についてお話ししましたね。ユーザー認証は2種類あります。パスワード認証と公開鍵認証です。公開鍵認証を行うためには、事前に SSH クライアントの公開鍵の情報をオーソライズドキーズの中で管理する必要があります。 SSH を使って安全に利用するために様々な機能の特性を知っておくようにしましょう。それでは今回の動画は以上です。お疲れ様でした。最後にお知らせです。私が書いた Linux 一冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習に役立ててください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。